はい、行きましょう。今日は母の日っていうのもあってカーネーションが切り花で出ました。これは日の出ツナですね。はい、エクセリア、ピンクモンテズマ、ババーン。で、エクセリア、エクセリア、あ、スプレーカーネーション行こう。あの日の出のスプレーってね、あんまり出てけへんけど。あ、そうなの？うん。でも今日は出てきた。おー、綺麗。うん、綺麗綺麗。っていうか、うちチェリーめっちゃ持ってんねん。でも、星座くんがなんか、今日も行ってねみたいな感じでなんかこう、チェリー前にこう押してアピールしとったからほんまはいらんねんけど、まあね、今後 YouTube に出てもらうっていうことで、まあ、そら、恩を売らないね。ピンクアメリカ、アメリカ系は基本的にね、オレンジやけど、オレンジは品種改良して無理やりピンクにしたのか。そう、でも綺麗、綺麗ないですね。アメリってここのステムが長いイメージがあるけど、まあどっちでもいいや。あー、安かったし。そう、あのこんだけ買ったら絶対ね、母の日余る。余るけどいいよ。あ、オーロラオレンジ、オーロラ意外と綺麗なんちゃう。パンパンパン、ちょっとグラデーション。あ、こんなもんでした。はい、はい。よいしょ。はい、もういいや。はい、よし。はい、半数、もういつも通り。はい、ミシガン。おいアリスト。最近俺ミシガンとアリストばっかり買ってるわ。ほんまに。ほんで、今回、北浦のスパティ。でかいね。うん。結構これいいねしましたよ。まあまあね。うん。そう。いや、スパティ好きな人多いし、うん、観葉植物的なんで、あーた、ちょっと、ちょっと、もうこの、ちょっと、この、スリーブ破ってんのやめて、お客さんここ持つから、もう、これもう、うーって抜けてまうわ。まあ、それが言いたかっただけやけど。よいしょ。ちょっとねじれとった。なせになってる。うん、中尾明になっとったわ。うん、ママいいんちゃう。ママ綺麗ですね。まあでもちっちゃい方は可愛いかな。でも私はようわからんけど、私は好きじゃないけど。中尾明は嫌い。私はあのこのこっちの これが好き。これ、ああ、こっちね。これこっちもいったんよ。うん、これまあどうですか。あ、上にね。で、ババーン、紫。おー、これあんま紫買わないけど、珍しいですね。うん、そう、あの一昔前の工藤静香の口紅の色。はい、ちょっと伝わらねー、年齢が5個しか違うねん。はい、和歌山のコリです。あ、これ同じの買いました。で、中島さん、これも同じの置いた。あ、今日初じゃない。あ、これ初めて、ね、山北。うん、サマーキャンドル、黒サンドラ、あの日当たり抜群のところでね、いいから、うん、こんなんうち売りやすい。あと、うちなしは前も言ったね、うん、つぼみ館、井口洋介。うん、へい。年齢が。で、ついにこれヤマピーが持ってきたけど、コンロンか、ハンカチの、ハンカチの木。うん、そう、もうもういいんちゃう。うん、あの久々やし、うん、そう、大阪ぐらいやったらギリギリあの冬越しするって、越冬するっていうぐらいやけど、まあでも冬は家の中の方がいい。おすすめ。はい、ペチュニア、ちょっとのびのびくん。はい、行ってます。はい、日々と、まあ、配色はまあまあ綺麗ね。まあでもこんなもんだ。いつも好きな、はい、観葉。はい、これこれこれが、もうこんなんばっかり。似たようなばっかりやね。あ、でもカーネーション買ってるじゃん。終わりだ。あ、そうそうそう。今日は桜フロマージュ。ババン。ああ、今日、うん、明日母の日ですからね。そうやね。明日です。カスリボン。やっとババン、やっとセリにこう、ね、出てきたね。ちょっと豊富に出てきて、もうこれ、俺これが一番輝いてると思う。おはようございます。映っていいんかな、お父様。いいよ。構わん。おはようございます。
そう。で、晩祭り。あ、これすっごい匂いする。うん。うん、ちょっと花落としておこう。あ、ここで。で、ガーベラ貼っとり。はい。はい。ちょっとつぼみ感あるけど、まあまあいいじゃんかな。はい。で、いつも通りセローム、はい、いつも通りセチュニア、いつも通りカプセル、いつも通りエンバチェンス。はい。あ、今日これやね。着物着れた。あ、それね。うん。はい。あ、綺麗。この辺結構売りやすい。あの黄色がうちどんだけ入ってるかによりけりだからあとはカフナよね。カフナも毎回行ってる ね、はい、石原の、ね、さで、カリブラババーン、まあまあ綺麗やった、まあまあ、うん、まずまずやな、はい、あ、これこれ一応紹介してください。これまだあんねん、まだあるけどよっすよんと思ってます。これが綺麗、これまあまあいいね。これそれね、ヨネズケンシのアンセリウムバンビーノレイ。ちょ、これ遠くで見て綺麗やったけど近くで見てもマジ綺麗。おいや、この品質の良さ、うん、伝わる。綺麗ですね、うん、いやマジで、うん、いやこの品質はすごい。この株でこんだけ花上がってるからすごいですね。また色が綺麗、うん、確かに発色がいい。この人むちゃくちゃうまいね。え、綺麗ですね、うん、あんまあのセリン出てこへんかな、ね、ヨネズさん。俺もえっと思ったけど、俺も結構ここおすすめ、はい、はいはい、ということで以上です、はい、じゃあじゃんけんでもしますか、はい、最初はグーじゃんけんほい、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。